モリスタウンはアメリカ合衆国ニュージャージー州の北部、モリス郡にある町であり、同郡の郡庁所在地である。イギリスからの独立を果たした独立戦争で戦略的に重要な役割を果たしたことから、アメリカ独立戦争の軍事首都と呼ばれてきた2010年国勢調査では、人口18,411人であり、2000年の18,544人からは133人。 0.7%減少し、1990年の16,189人からは2,222 22人、13.7%増加だった。ヨーロッパ人がこの地域を探検する以前の6000年間、レニ・レナペ属インディアンが住んでいた。地域最初の開拓地は17世紀初期に、スウェーデン人とオランダ人が設立したものであり、一時的な基地として、 インディアンとヨーロッパ人の間にかなりの量の毛皮交易が行われた。オランダ領ニューネーデルラントの一部となったが、1664年にイギリスが地域を支配するようになり、ニュージャージー植民地としてジョージ・カートレットと初代バークレイ・オブ・ストラットン男爵ジョン・バークレイに与えられた。イギリスの植民地記録では、 最初の高級的ヨーロッパ人開拓地は1715年に作られたものであり、ニューヨークやコネチカットから移ってきた者たちによって、ニューハノーバーと名付けられた。1739年3月15日、ハンタードン軍の一部から、モリス軍が創設された。この軍名は、植民地人の利益を優先して人気があった、植民地総督ルイス・モリスから名付けられた。 アメリカ独立戦争後に元の植民地はニュージャージー州となり、それからほぼ100年後の1865年4月6日、衆議会の法により、モリスタウンシップの中で、モリスタウンは町として法人化された。さらに1895年、モリスタウンはタウンシップから正式に分離した。モリスタウンは1715年頃に、ロングアイランドのサウスオールドやコネチカットの ニューヘイブンから来たイギリス長老派協会によってニューハノーバーとして設立された。1739年3月15日、ハンタードン軍から分かれて、モリス軍が設立されてから間もなく、モリスタウンが軍の中心にあり、鉄道と接続されていたことから、軍庁所在地に選定された。モリスタウンとモリス軍は、ニュージャージー植民地の初代及び、 当時現職総督だったルイス・モリスからその名前が取られた。18世紀の半ばでは、モリスタウンの人口は250人、教会2棟、裁判所1棟、酒場1軒、学校2棟、店舗数軒があり、近くには多くの製粉所や農場があった。ジョージ・ワシントンが初めてモリスタウンに来たのは1773年5月のことであり、 アメリカ独立戦争に先立つこと2年だった。ワシントンは養子である、ジョン・パーク・カスティスト、スターリング教、ウィリアム・アレクサンナーと共に、この地から、ニューヨーク市に旅した。1777年ワシントン将軍と大陸軍が、トレントンとプリンストンでの戦勝の後、モリスタウン近くで1月から5月まで宿営した。町の中心、モリスタウン・グリーンにあったジェイコブ・アーノルドの酒場を、 ワシントンは最初の作戦本部にした。モリスタウンはその極度に戦略的な位置にあったので宿営地に選択された。フィラデルフィアとニューヨーク市の中間にあり、ニューイングランドにも近かった。また、住民の技量や交易も選定要因だった。地元の産業や天然資源で武器を提供でき、軍隊を支えるに足る食料を供給する能力があると考えられたからだった。 教会は天然痘の予防接種に使われた。最初の作戦本部であるアーノルドの酒場は、その後0.5マイル南のマウントケンブルアベニューに移され、19世紀後半にはオールソールズ病院になった。1918年に火事になって、最初の構造物は失われたが、道路の真向かいに病院用に新しい建物が建設された。 1779年12月から1780年6月、大陸軍のモリスタウン2回目の宿営地はジョッキーホローだった。この時のワシントンの作戦本部は街の外れに近い大邸宅、フォードマンションに置かれた。フォードの未亡人と子供たちはマーサ・ワシントンや大陸軍の士官たちと家を共有することになった。1780年の冬は独立戦争の中でも、 最悪の冬だった。飢餓に加えて極端なインフレと兵隊への給与不足があった。ペンシルベニアの部隊全体が反乱を起こして成功し、さらに後にはニュージャージーの兵士200名が彼らに習おうとしたが失敗した。ワシントンが2回目の滞在をしていた1780年3月に聖パトリックデーをその部隊に送いたアイルランド系兵士のために休日と宣言した。 マーサ・ワシントンがバージニアから旅してきて、戦争の期間を通じて、毎冬のマブのところに滞在した。ラファイエット公爵が、モリスタウンのワシントンのところに来て、フランスは、感染と訓練された兵士を送って、大陸軍を助けると伝えた。フォードマンション、ジョッキーホロー、ノンセンストリではすべて、アメリカ合衆国国立公園局が管理する。 モリスタウン国立歴史公園の一部として保存され、国内で初めて設立された国立歴史公園として歴史保存主義者の間でも定評がある。ワシントンが滞在している間にベネディクト・アーノルドがモリスタウンのスプリング通りにあるディッカーソンの酒場でフィラデルフィアの軍需物資横流しに関連した容疑で軍法会議にかけられた。アーノルドに対する訓告が公にされたが、 ワシントンは英雄であるアーノルドに、それを心にしまい込むと静かに約束した。アレクサンダー・ハミルトンは、ワシントンのかかりつけ医が、宿舎にしていた住居で、ベッツ・スカイラーと交際し、結婚した。地元では、スカイラー・ハミルトンの家と呼ばれる、このジャベズイシキャンプ地家屋は、ニュージャージー州と国双方の歴史史跡に登録されている。モリスタウングリーンには、 ジョージ・ワシントン、若いラファイエット公爵、及び若いアレクサンダー・ハミルトンが会したことを記念する彫像があり、フランスをイ16世が派遣した、フランスの大型ホブネと軍隊が、大陸軍を救援しに来ることを論じている彼ら3人を描いている。モリスタウンのバーナム公園には、アメリカ独立戦争の父、トマス・ペインの彫像がある。 ペインはベストセラーとなったコモンセンスを表し、イギリスの支配から完全に決別することを説いた。この銅像はジョージ・ J ・ローバーが制作し、危機第一を作成している1776年のペインの姿を描いた。ニュージャージー州を横切って撤退する中で対抗テーブル代わりに使っている。ペインはこれらが人の魂を試す時だと記した。 この像は1950年7月4日に上幕された。モリス運河を建設するというアイディアは、モリスタウンの実業家ジョージ・ P ・マカロックに返されている。マカロックは1822年にある集団を集め、運河建設の考えを議論した。この集団には、ニュージャージー州知事アイザック・ハルステッド・ウィリアムソンがおり、その年後半に、ニュージャージー州議会に承認させることになった。 この運河は一世紀の間使われた。ラファイエット公爵は1825年7月にアメリカ合衆国への帰還の旅でモリスタウンに戻ってきた。デハート通り、三成ハウスでその栄誉を称える舞踏会が開催された。その家は現在も残っている。フランス人移民労働者アントワーヌ・ルブランが聖夜一家とその召使いのフィービーを殺害した。ルブランは 裁判にかけられ、1833年8月13日に、聖愛一家殺害で有罪とされた。9月6日、ルブランは、モリスタウングリーンで、公主刑に処された最後のものになった。2006年まで、殺人が起きた家は、ジミーの幽霊屋敷と呼ばれており、フィービーの殺害については、裁判が行われなかったために、その幽霊が出ているとされていた。2007年、 ジミーの幽霊屋敷が解体され、騎士への道が作られた。1838年1月6日、サミュエル・カイビー・モールスとアルフレッド・ベールが、モリスタウンのスピードウェール鉄工所で、最初の電報発信機を製作した。最初の電信文は、辛抱強く待つ人は敗者にならないだった。この発明を最初に公開実験したのはその5日後であり、情報化時代への最初の一歩になった。 戦争記念ヒモリスタウンで、ワシントンの最初の作戦本部、ジェイコブ・アーノルドの酒場は、1886年にコールズけが買収して、解体を免れた。1887年冬に馬力を使って、ザグリーンから0.5マイル南のマウント・ケンブル・アベニュルに移された。そこは現在アトランティック・リム・リハビリテーション病院の駐車場になっている。 4年間寄宿者として使われた後、モントリオール出身のクレイ・ナンズによって、オールソールズ病院に転換された。それは、モリス郡では、初の総合病院だった。ジョージ・ワシントンとマーサの2階にあった、武闘場は礼拝堂となり、1階の酒場は、患者の病室になった。この建物は1918年の火事で消失した。オールソールズ病院の組織、看護師、医師、 患者の全体はマウント・ケンブル・アベニュー、アメリカ国土202号線の向かい側に新しく建設されたレンガ作り病院に移された。オールソールズ病院は1960年代に財政的問題のために閉鎖された。1973年、コミュニティ医療センターとなった。1977年、このセンターが倒産し、 新しく大きなモリスタウン記念病院に買収され、現在はモリスタウン医療センターとなっている。1843年12月18日、ベセルアフリカンメソジストエピスコパル教会が設立された。これはモリス軍では初のアフリカ系アメリカ人によって設立された教会となった。この教会は現在も活動している。教会が最初にあった場所は、 スプリング通り13であり、1870年まで、有色人種の子供たちにとって、唯一の学校となっていた。教会は1874年に、現在のスプリング通り59に移転された。2009年1月5日、モリスタウンの夜の空に5つの赤い明かりが灯った。このイベントは、ヘリウムの気球と照明を使ったいたずらだったが、全米で、 モリスタウンの出っち上げ UFO として有名になった。モリスタウンは北緯40度47分48秒整形74度28分38秒、北緯40.796562度整形74.477318度、40.796562-74.477318に位置している。アメリカ合衆国国勢調査局によれば、 地域全面積は3.026平方マイルであり、このうち陸地2.929平方マイル、水域は0.097平方マイルで、水域率は3.22%である。中心街のショッピングと事業の地区は、モリスタウングリーンと呼ばれる、正方形の公園の周りにある。植民地時代には、マーケットスクエアと呼ばれていた。モリスタウンは湿潤大陸性気候にある。 以下は2010年の国勢調査による人口統計データである。以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。モリスタウン長は1923年市長、調整委員会法のもとに運営されている。調整委員会は7人の委員で構成され、このうち3人は町全体を選挙区に選出され、他の4人は4つの選挙区をそれぞれ代表している。 任期は4年間であり、2年ごとに半数が改選される。朝政府の立法府として、町の政策を立案し設定する責任がある。2012年調整予算は3,586万6,988米ドルだった。モリスタウン長は、アメリカ合衆国会ニュージャージー州第11選挙区に属している。衆議会では、第十五選挙区に入っている。 モリス軍は7人の委員で構成される。軍政委員会が統治している。軍全体を選挙区に選出される。任期は3年間である。毎年2人ないし3人が改選される。2011年3月23日時点で、モリスタウンには有権者が9259人登録されており、そのうち3905人は民主党、百6 4 8人は共和党、 3698人は無党派だった。他の政党で登録したのは8人のみだった。2008年アメリカ合衆国大統領選挙では、民主党のバラク・オバマが総投票数6953のうち4738票、68.1%を獲得し、共和党のジョン・マケインは2084票、30.0%、その他の候補が67票、 1.0%だった。登録有権者数は9741人、投票率は71.4%だった。2004年では、民主党のジョン・ケリーが4138票、62.8%を得て、共和党のジョージ・ W ・ブッシュの2370票、35.9%を上回った。その他の候補は53票、ント。 登録有権者数は9890人、投票数6593票、投票率は66.7%だった。2009年ニュージャージー州知事選挙では、民主党のジョン・コーザインが2263票 52.、52.1%を獲得し、共和党のクリス・クリスティの1623票 37.、37.4%に勝利した。 独立系のクリス・ダゲットが350票、8.1%、その他の候補者 H が16票、0.4%だった。登録有権者数は9393人、投票数4340票、投票率は46.2%だった。モリス教育学区は地域の公共教育学区であり、モリスタウンとモリスタウンシップを管轄し、 また、モリス・プレーンズ教育学区との交流関係の一部として、モリス・プレーンズの高校生を受け入れている。学区内の学校は以下の通りである。学校内は2010年から2011年の児童生徒数である。フレリングハイゼン中学校、6年生から8年生、公共教育に加えていくつかの私立学校もある。初等教育校としては、就学前から6年生までを教える。 モンテッソリ教育のレッドオークス学校、ローマカトリック教会、パターソン教区の管轄で運営される、小学校のアサンプションローマンカトリック、幼稚園から8年生までの約300人を教えるテック学校がある。またデルバートン学校は7年生から12年生の男子約540人を教える、ローマカトリック教会の学校である。以前は、神学校だったが、 1939年から一般の生徒を受け入れている。教学校のモリスタウン・ベアード学校は、モリスタウン準備学校とミス・ベアードの学校の合併で作られ、6年生から12年生を教えている。さらにローマカトリック教会のカレッジ予備校であるビラオルシュアカデミーは、レリジャス・ティーチャーズ・フィリッピニが経営している。アカデミー・オブ。 セントエリザベスは1860年にシスターズ・オブ・チャリティ・オブ・セントエリザベスがモリスタウンに設立したが、1895年に司社会を引き直した時に隣接するモリスタウンシップのコンベントステーションに入った。チャバド・ルバビッチの茶師、ディック・イエシーバでは、世界最大級のラベニカル・カレッジ・オブ・アメリカがモリスタウンにある。イエシーバ・タイフェレス・バカリムという多様な ユダヤ教の羊の生徒を教えるバールテシュバイエイシーバがある。世界的なチャバドルバビッチ運動のニュージャージー州地域本部がその構内にある。モリスタウンは公共交通志向型開発を実行しようとしてきた。2000年にニュージャージー州でトランジットビレッジに指定された最初のご自治体の一つである。1999年鉄道駅周辺地域を多目的の トランジットビレッジコアとして指定するために地域コードを変更した。この指定はいくつかの多目的集合住宅開発のために少なくとも開発計画の一部を担っている。ニュージャージートランジットのモリスタウン駅がある街として1990年代に導入されたミッドタウンダイレクトによってニューヨーク市までの通勤時間が短縮されたメリットがある。ニューアークや ニューヨーク行きの鉄道に加えて、地元のバス便も運行されている。6系統があり、モリスタウン駅に集まるようになっている。モリスタウンの公共事業部が、コロニアルコーチを運行しており、町内では無料で移動できる。モリスタウンで免許が発行されたラジオ局は、AM、FM 各1局がある。FM 局は、テレビ局も持っている。日刊誌は、デイリーレコード。 月刊誌として、ニュージャージーマンスリーが発行されている。公共テレビのホームタウンテールズは、世界中の年代記や都市伝説を集めている。ニュージャージーミニットメンは、プロのインラインホッケーチームであり、プロフェッショナルインラインホッケー協会のイースタンカンファランスでプレーしている。アメリカ合衆国の国際的な乗馬競技チーム、ユセットは1950年にモリスタウンのバンビューレン道路沿い、 ツエステッツで設立されたモリスタウンには北アメリカで初のクリケットクラブがある。モリスタウン1776アソシエーションフィットボールクラブは北ジャージーサッカーリーブでプレーするサッカークラブである。モリスタウンを本拠とする企業にはバイエル、ハネワル、コバンタエナジー、シンドラーグループがあり、また単線貨物鉄道のモリスタウンエリー鉄道もある。 モリスタウン医療センターが町内最大の雇用種である。町内にはモリス博物館がある。ありがとうございます。